さあ始まりました VWX、 どうもかけえもんです、よろしくお願いします。さあということで今回も特別企画、被弾したら歌をね歌わなきゃいけないということでございまして、今回それをやっていきたいなと思います。さあということで、まあ被弾をしたらね自分の好きな歌をねまあちょっと歌わなきゃいけないということで、歌いながらゲームするとねやっぱ集中力が落ちちゃうっていう人もいるかもしれないから、まあ今回はねなんかそれをねまあできるきっかけにもなってくれたらなと思って、自分がね好きな曲がねあったらいいなと思います。視聴者の皆さんお願いします。さあということで、まずアイテムを獲得してきました。オッケー、めっちゃベリグ。さあということで、まあ一節でもいいんでね歌っていきたいと思います。よし、オッケー、グラッチェ、オッケー、いいんじゃないか。さあということで、まずアイテムをゲッチュしていく。オッケー、さあね、まずここでアイテムを獲得していく。おー、なんで当たっちゃうの。じゃあ歌いますということでね、それでは聴いてください。君に届け、君に会えたこと本当によかったと、そう、yeah、その笑顔を守りたい、来年も再来年も今以上に君が好きで、それくらい僕の全てで、僕にしか言えない言葉を君に届けたい。さあこの時間は何の時間だったんでしょうか。さあと言ってるよりも逆転をしなきゃいけない。ただ1位がめっちゃ遠い。さあ実況もしていく。被弾は1回だけにしてくれたら嬉しい。やべやべやべ、おー危ねえ、当てるところと、おっと危ねえ、セーフセーフ、よし、オッケー、いつグラッチェ、オッケー、いけ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 、オッケー、まだ逆転できるぞ、いける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 、いやいけねえじゃん。うわー、ちょっと待って、これ1周目で来てくんないと困るんだよな。今君に届けしか歌ってないから、もうほんと最悪。はい、ということで第2レースはレインボーロードスタート。さあということで、もちろん避難したら歌を歌わなきゃいけないんだが、まあそれよりもねまずはやらなきゃいけないことがある。さあということで、アイテムを獲得していく。まあ1位だけど、まあちょっと油断できません。 Oh my god、 まあ落ちてしまったんでね、これは被弾ではありませんのでね、罰ゲームもできないっていうね、もう最悪ですよ、最悪だよこれ。さあ行くしかよ。さあということで、今12位ですから、今最悪。おお、さあ聞いてください、フランプールで明石。溢れた涙抜く頃、君はもう見えない、思う言葉ばありがとう、傷つく、おーっと、はい、もう次の曲歌わないと。悲しみ、たとえどんな終わりを描いても、心は謎めいて、それは波の迫るように迫る真実。あ、もう歌詞あやふやだな、最近音楽聴いてないから本当最悪だよ。さあ進め進め進め、オッケー、いけるぞいけるぞ、グラッチ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 、おっとやばい、落ちてしまった、一番最悪だ。オッケーオッケー、行くしかい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 、よし、グラッチグラッチ、うわー8位、一番最悪じゃん。いやてか、まず歌詞覚えとけよって思っちまうわ俺。はい、ということで第3レースはキノピオ、なんだっけ、忘れた、やべー、スタートー。さあということで、まずアイテムを獲得していかなきゃいけない。さあということでね、本日のプレイヤーネームはリューチェ、かわいいだったか忘れましたけど、リューチェ、リューチェに関することということでね、まあ最近で言うと、もうこの子は邪悪とか、目黒くんが出てた ドラマ映画、
にも出てたけど、まあ、本当にねリューチェって本当可愛いよね。可愛いし、しかもメイクもできるし、で演技もできる、素晴らしいなって本当思いました。さあということでございましてね、 5W1H 全くできてないですけど、まあここからね這い上がっていく必要がある。さあということで、何もなければここで1位取ってもいいんですが、まあできる言えばね被弾をちょっとしていただいて、まあちょっとねああいう部分がちょっと見たいよねっていう人、おーっと来ました。さあということで、なにわ男子のねリューチェに行ったらて、ウブラブで行こう。もう、待って、あんな恋がしたくて、このはずじゃなくて、初めては全部君だけ、一歩ずつ叶えよう My first lover。 はい、ということで2回目避難したら2回目歌います。2回目はじゃあジアンサー行こう。なんだっけジアンサー、あーちょっと待って、ジアンサー言ってる間にあれじゃん、もう最悪だよ。ちょっと当たらないで、本当にお願いします。さあ歌います。何を歌おうかな。シルエット行こう。覚えてないこともたくさんあっただろう、誰も彼もシルエット大事。あー待って、ここは忘れちゃった、うろ覚えなんだよな。よくさあここ気をつけていかなきゃいけない。まあできればこのまま3位で終わりたいよね。おーちょい、ここで当てるなんて聞いてない。おーちょっと待って待って、混戦してる。ちょっと待って、歌えなかったじゃん。うわー、しかも7位じゃん、これ嫌だよほんと。はい、ということで第4レースはメリーメリーマウンテンスタート。さあまずアイテムを獲得していかなきゃいけない。さあということでいくよ。 OK。 さあということで、また被弾したら歌を歌わなきゃいけない。まあこれはね、まあできる限りね喉が万全な状態で歌いたいから、連続とかはやめてほしいな。オッケー、いいんじゃないか。さあということでね、グラッチしていく。さあということでね、行かなきゃいけない。さあということでね、はい、アイテム獲得していく。さあまずね、アイテムって言っても被弾がないからな、肝心の被弾がねえんだよな。オッケー。さあということでね、アイテムを隠していく。 OK。 さあこの手放しはある意味ダメだった気がします。さあ押しきた。 OK、 グラッチ。さあ肝心の被弾がないぞ。おおー、ちょっと待って、変な落ち方したな。やばい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 、やばい、ここアイテム絶対2個取りたいよ、2個取りたいよ。うわー、なんで取れない、こういう時に限って取れないの、なんで、説明してよ、えぐ。さあしかし、まあ、ここから逆転をしなきゃいけない。ある程度こっちにも見どころがないと、もうただ歌ってる人になっちゃうから。おっと待ってくれよ、どんだけアイテムが取れねえんだよ。やばいやばい、オッケー、いいんじゃないか。さあオッケー、さあ1で全然距離が縮まってない、縮めない距離を。オッケー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 。わあ、だがしかしこういう時に限ってアイテム取れない、ほんとついていない、きつい。オッケー、うわあ8位かよ、しかも被弾すらしなかったもんね。はい、ということで第4レースはマリオサーキットスタート。さあまずアイテムを獲得していかなきゃいけない。さあということで、まあ被弾したらまた歌を歌わなきゃいけないんだけど、まあちょっとねここ気をつけていかなきゃいけない。オッケー、当たんなかった。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。オッケーオッケー。
さあここダブル取りたいね。オッケー、ダブル取れた、いいんじゃないか。オッケー、行こう、行っちゃうよ。オッケー、さあいいんじゃないか。おお、ちょっと待って、どこ行けばいいか分かんない。うわ、しかも取られたし。いや、ここも、はい、取るね。オッケー、オッケー、いいんじゃない。これいいと思うよ、めっちゃいい。やばい。さあ、てかここ気をつけなきゃいけない。やべえやべえ。オッケー、いいんじゃないか。オッケーオッケー。さあ、アイテムを獲得していく、そして上げていかなきゃ。オッケー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 。さあ、まず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 、オッケー、ショートカットして、ショートカットして、オッケー、いいね、いいね。オッケー、じゃあここショートカットはまあできないか、まあしょうがないか。おーっと、当たってしまいました。おーっと、もう一曲、もう一曲打たなきゃいけないの。待って、もうここ脱却脱却。じゃあそれは一曲だよね。じゃあストランジ。まだ消えちゃいないよ、ちっちゃな希望を迷わず信じて信じて。おーっと、当たんなよ。で欲しい暗闇が続こうとあなたを探してたい。だから生きて生きてて欲しい。ありえないほどに気にがない本当に気にならない世界に膝を抱えてたい。誰しもどこかに弱さがあるように。あは尊い、我らは尊いって。おい、11位。いや、平和訪れへんやん。